レッスン8、コネクションズ。まずは、ステップ1、ネーミングについてお話ししたいと思います。まずは、量子状態は常に変化しているでしょう。ちょっとずつ変わってしまっているなんですが、それがどうすればいいでしょう。まずは、Repeater ーーは独立な決定をしなければならないし、 他かの、の、r e p e a t e と強調的なことを決めなきゃいけないでしょう。それが、いくつかがあるんですが、例えば、purification、あるいは、entanglement swapping、両親もつれの swapping でしょう。それから、誤り訂正。それから、データを次のほうには、forwarding することで、そのまま、それが、えっと、テレポーテーションで、transport するかなどあるし。 あるいは、バッファーというのは、それが、まあそのま、そのまま保存すること。あるいは、ディスカルト、それとデータを捨てることになるでしょう。そして、これについては、あの、ある情報が、他のリピーターに,には転送しなければならないななな、なんですが、例えば、ユニテーリー演算 U が、我々は、一つのベルペアをシェアしているんですが、 僕はこれやって、あなたはこれやってくださいとのメッセージも送らなければならない。そして、僕はそのシェアしているリオもつれの状態を測定したんですが、僕の結果はえっとプラス1になってるんですがあなたの,の結果はどうなったんですかとの質問とかにすること。そして、 それをするなら、まあ、各キュービットについてはメッセージを送らなければならないんですが、このキュービットについてはこれやってください。このキュービットについてはこれやってくださいとかには言わなければなりません。で、えっ、ー、と、IP のプロトコル、インターネットのプロトコルなんですが、アドレスが、それがネットワークインターフェースにつながってるんですね。じゃあ、それが、例としてはそれが考えられると思いますが、 物理キュービットにはどういうふうに,にはネームをつけられるのかということなんですが、例えばその Quantum Network Interface Card にはアドレスをつけて、そしてそのアドレスを使って、そして q n ッ c の中にはキュービット何番なのかを使って、そして タップル作れるんですねこのタップルが、まあ、この括弧が、ががえっと、複数の,の変数は一緒には一つのアイデンティファイアになっていることなんですが、タップルとしてはその cunic クアドレスとキュービットインデックス。これがまずは一番最初に思い浮かぶキュービットの名前になるかもしれませんが、うまくいくかどうかちょっと見てみましょう。まずは、 ノードが,がその、キュービットが,がキューニックにあるんですが、例えばそのキュービットをリユーズしたい、あるいはこっちのキュービットの方の,の,あのライフタイムは長いとかね、それだったらこのキュービットは今の使っている物理キュービットにある変数、その状態を別の物理キュービットには移動したいとか、それが独立にできるようにしなければなりません。 じゃあ、それ一つの問題なんですが、あるいは、その物理キュービットは、えっと、フリーになっている場合には、えっと、再使用になっているんでしょう。で、そうすると、それが,が、えっと、キューネック1とキュービット1、1のタップルの,のアドレスに使うと、それが、現在のそれの持っている状態か、前に持っていた状態かは、それが曖昧になるでしょう。 そして、そのキュービットはもしかして、これからそのキュービットに入る状態も考えるべきなんですね。そうするとその、ね、そのリソース、そのクワントムメモリーの資源はまだアサインされてない場合もありますから、からそれも考えるべきなんですね。そうすると、そういう物理アドレス、つまりそのキューネックアドレスプラスキュービットインデックス使うのは、それが、まあ、 それがあの問題になるし、でそれがアン l ライ b ブルなことなんですけれども、それが、えー、と制約があるでしょう、そのコンストレートが。それがあのうまくいかない場合も,もあると思います。そして、じゃあ、どうすればいいでしょう別のことも考えるなんですが、2つのネーミングスキーも必要になります。エクス r ーナル、外から見える。 このキュービット、この状態についてのアドレス。これがまあ、Virtual アドレス、これが仮想のアドレスとは考えられると思いますが。そしてそれが状態なんですよね。そしてこれがユニークなことは必要なんですね。これが、この状態しかこのアイデンティファイは持ってない。そしてそれが曖昧さはなくなるんですか。そしてこれが、えっと、 この状態を作成したノードが決めたいと思いますかで例えばそれが Bell State Analyzer あるいは Entanglement Swapping するノードをそれが決めることはいいかもしれません。そしてそれが一つの可能性なんですがその Time Address と Time Stamp になること。でその Time Stamp は今の時計の、えっと、作ってた時の時計の v a l u になるでしょう。 それだったら、そのタイムスタンプの精度が、えっと、必ず一つのベルペアしかない、その瞬間にできたもの。で、例えば、それが1時間の単位は足りないでしょう。それ、曜日も足りないでしょう。そして、それが、まあ、ミリ秒単位は足りるか、マイクロ秒単位足りるか、ナノ秒単位には考えるべきか。それも、そのタイ,ムタイムスタンプの変数の定義するときは決めなきゃいけない。 そして、それが外の,のアッドレッシングスキームなんですが、えっ、ー、と、インターナルにはそれがフィジカルアッドレスにはなるかもしれません。そうすると、それがどっちの物理的なキューブットを使っているかは、内部のプログラムとかには使えるのなんですが、ノード内だけに使っているので、それが、えー、と別に問題はないでしょう。そして、それが、その外のアッドレスと,な、えー、と、外部のアッドレスと内部のアッドレス、 のマッピングする関数も,もうテーブルも,もう用意しなければならない。そしてこれが例なんですが、それがノード1、ノード2の間には今のところは2つのベルペアをシェアしているでしょう。で、そのベルペアについては、それがまあノード1とノード2の間には同じ名前をつけたいんですね。そして キュービット物理的なキュービットについては、それがあの内部の,の,の名前だけで十分と思います。そして、その状態が、がえーとまあ、あの有限の,の,の生存の期,間期間があるんですけれども、複数の,のステートが,が、複数の状態が,が、えー、とマージして、それが一つの状態になるかもしれません。 それがエンタングル t s w スワッピング、あるいは誤り訂正を使うと、複数のステートがが一つのステートにはなるんですね。で、例えばこういう形には、ステージ1とステージ2にはエンタングル t s w スワッピングすると、これがステージ3と呼ばなければなりません。そして、それが、えー、とバウン a リー、境を超える場合には、それの名前も変更。 変化するる場合もあるでしょうでそれが例えば、モジュールとモジュールの間のソフトウェアのバウンドリー、あるいはハードウェアバウンドリー、そネットワークとネットワークの間には,にはなっているかもしれません。そして、それがあのネーミングについてと,とそのシステムデザインについてはちょっと話したんですけれども、次にはそのコネクションセットアップについては説明したいと思います。